こんにちは、かなめしゅるです。本日の作業もチームゆるしゅるさんのオーダーのシェイカーボールペンの制作を記録していきたいなと思っています。でですね、ちょっとずつ作ったことのない分野に出て、今回はパート3ぐらいになると思います。制作してるとこと型からモールドからね出してるところとちょっと別々に日にちがね開くので別々にお見せしていってるんですが、今回はねくすみカラーじゃなかった、くすみカラーも残ってるとダークカラーが残ってるんですよね。といちごちゃんとかはちみつ系とかちょっと作ったことない作ったことあるかもしれんけどなかなかあんまり作らないやつを作っています。今回はねダークカラーでブラックの黒猫ちゃんですね、猫ちゃんのモールドだったので黒猫ちゃんのボールペンになりますが、真っ黒黒だとちょっとつまんないので先の方はちょっとキラキラのフォローが入った紫系を仕込んだと思うんですけど、ちょっと下見えないのでちょっとずつキラキラ、あと型から出した後にパウダーを少し一部はたいたりしてちょっとキラキラにさせたりしようかなって思っています。ちょっとかっこいい感じにしたらいいのかなと思って、このブラックな猫ちゃんなので一応エンボスかけて、これはこの時点ではあまりもフォローも入れずにブラックを引き立たせてあげる方がいいのかなと思って、ちょっとねお粉だけ混ぜた感じのブラックを作っています。ちょっと下の方にひょっとしたらさ粉が沈むかもしれないので出した時の印象がまたわからないから出した後に粉をかけていこうかなって思っています。黒だけっていう感じはなかなか、でもさ黒っていうのはこの2液性のエポキシレジンだとねこういう感じで作れるのでエポキシならではの作業かなって思ってます。今日見たらさ透けてる感じでは、それから次はまあキラキラの夢かわ、これはちょっと得意分野なので緊張はそこまでないんですけど、でもさちょっと同じ感じにみんななってきてるからちょっとずつ描いてあげたいなと思うんですけど、でもちょっと作り始めると似た感じのねキラキラのホロッと、ちょっとベースはねミルキーな感じのベースにちょっとずつ色をつけながらお粉とキラキラのホロと入れてベースの色を作っています。この時点ではね色をさいろいろ作ってもこの枠がモルトがちょっと細身なので持ち手のとことかねそんなに思うほど入れられんじゃんねちょっとずつしかね、先の方はちょっとしっかり流してあとちょっとずつ色付けをしていきたいと思っています。はい、中ねいろいろパールとか忍ばせました、ゴールドのパーツとかを仕込んで、ちょそのところは撮影してないんですけど流し込むだけの作業しか見えてないんですけど、ちょっとね桜餅っぽい桜餅っぽいウサギにしようかなと思って、上の方はねグリーンとちょピンクの感じで、下の方になるにつれてちょっと他の色をちょっとずつ加えていきたいなと思っています。黄色好きなんですよね、なんだろうな黄色入れると明るくパッとした感じになるので、でちょっとこの黄色を次のうさあ違う違う次のいちごちゃんのね先っちょのところに黄色を少し今流し込んで、ここねとろみがつき始めるのでサラサラのうちに入れとこうと思って、ちょいちごちゃんの先に少し流しています。ちょっとさほぼ同時進行っていうのができない、なんかね一個一個作業しないとなんかねとろみがついてきちゃって、24時間で硬化するエポキシを買ったんですよ。早く硬化する方がいいかなと思って、あと1対1の割合で配合して混ぜることができ混ぜて硬化することができる、3対1ってちょっと測るのめんどくさいよね端数が出た時に、なので1対1いいなと思って、ただ硬化するのがちょっと早くてすごく早いのは嬉しいんですけど私の作業がのろくて途中でとろみが出てこの細い先ペン先とかに特に入れられんくなってくるので、でもねフレームのところはいいんですけど、いちごちゃんが好きという方でいちごっぽく
あったらいいなって書いてあったので、お星様のシェーカーなんですよね。お星様のシェーカーのボールペンなので、このお星様をイチゴにって、イチゴに見立てるってさ、ちょっとさ自分で考えるとそうならんかなと思って、そのオーダーが超面白かったですね。これをイチゴっぽくするっていう、なんかちょっと楽しくしています。あとね、ちょっと下から上にかけてグラデーションでもさ、真っ赤でジャッて入れたらちょそれはそれで済むかなと思うんですけど、ちょっとねグラデーションにしてあげたいなと思って、上はもうあくまでもこのお星様をイチゴっていう感じにしたかったので、上はちょっと赤系を入れて、下になるにつれてちょっとキラキラの、ちょっと途中ねキラキラするとキラキラにするとね、なんかイチゴジャムっぽかった途中で、下の方になるにつれてちょっと黄色くなって、ちょっと果実な感じ、ベリーな感じになったらいいなと思って。あとですね、星様とプリオンを種みたいにつぶつぶにこう見えんかなと思って、ちょっとあとまた型から出した時のお楽しみなんですけど、つぶつぶのね種に見立ててブリオンを散りばめました。ね、ちょっとずつちょっとずつというか、ちょっとずつ赤の感じで、そうさ、ちょっと最後にぷっくりさせたら絶対可愛くなると思うんですよね。でさ、やっぱさ自分がこれをイチゴにするかって思うと多分やんなかった作業だと思うんですよね。だからすごい楽しかった。そういうこう希望を聞くっていうのは、自分のさ頭の固まったこの形はこれにしかならんみたいな感じのちょっと突破することができて楽しかったですね。この先はちょっとさ色味が先の方ちょっとグリーンにヘタを最後どうやろうかなって思いながら、ちょっとだけね気持ちグリーン入れたけどあんまわかんないから、はい、ちょっと汚い紙コップとか並んでてすいません見えないところで写してね、そうこれ硬化するまで傾けると大変なことになっちゃうので、この桜餅っぽいうさちゃんと一緒にちょっとこう、こういい感じにどうですかね。ちょっとこのエポキシの混ぜるっていう動作にもちょっとずつ慣れてきた感じで、まだですねダークなお題がまだ残ってて、同じモールドの方がいるので、またこの方たちを一旦出した後にまた次の作業があります。もう一回ぐらいかな、多分このモールドに流すっていう作業があります。最後まで見ていただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。